嬢様っぽいっしょ。注射なんてつけた。イエーイ、ありがとうございます。たくさんお褒めじゃなくてお祝いのお言葉。なんか黒くない？気のせい？そんなことない。ありがとうございます。お誕生日、誕生日です。そしてミュージックフェア、皆さん見てくださいましたか？ありがとうございます。そうなんです、出演させていただきました。なんか暗いよね、なんでだろう。ライト、そう、なんでやだ。そう、見ました。なんでこんな暗いんだろう、やなんだけど。すごくね、黒いよね。どれがいいですか。青ざめ、これが明るく見える。あ、お誕生日ギフト投げれないんだ。紫さん、ありがくまたまありがとうございます。くま10個ありがとうございます。なんで苦闘じゃなくて、すごい、びっくりした。顔がさ、シュッてなった。入れた。すごくない？いや、オリジナルがいい。まあこれが自然なんですよね。ありがとうございます。無事、16歳になりました。今日はレッスンリハがあって、そこでもお祝いしていただいたんです。なんと、もうね、なんかびっくりした、すごく。そう、ここにね、だからケーキをね食べようかなって思ってます。あるので、いただいたので、ケーキちょっと食べたけどね、えぐちゃぐちゃになってるね、えやだー、めっちゃ崩れてるんだけど。ね、嘘でしょ、こんなことがあっていいと思ってんの。ね、無理、なんでこんな崩れてんの。すごい崩れてる、見る、この崩れ具合。ほら、ねえ、ぐちゃぐちゃなんだけど、せっかくいただいたのに。無理。え？すごい、でもね、嫌な予感はしてたんですよね、すごく。私自身。ね、すごい、すごい崩れてる。あら。ほら、見て。こっちはちょっと食べたの、暴れてはないんだけど。ではいただきます。ちょっとだけ食べ、ちょっとだけっていうか、クッキング選抜今日最終日なんでね、一応いただきます。うん、うん、激うま。マスカットのシャインマスカットのケーキを用意してくださったんですよ。嬉しくない？なんかリハが終わって、そしたらその部屋がレッスン場が暗くなったんですよ。それで波サップが流れて、もしかしてと思ったら、そう、ひゆかがケーキを持って入ってきてくれて、ひゆかとあのダンスの先生が、いつもねお世話になってるダンスの先生が入ってきてくれて、お誕生日おめでとうって言ってくださって、でひゆかからケーキをいただき、そう、すごいね、選抜メンバーの方とかもいたんですよ。結構
そうすごい、だから本当にね、そうチームメイトメンバーもいたり、あといろんなメンバーさんがいて、本当にいろんな方にねお祝いされる。誰だ、めっちゃ嬉しかった。平にお代理さんが、お代理さんがねすぐ次のレッスンがあるから行かなくちゃいけなかったんだけど、忙しいのにもかかわらず、なんとプレゼントを渡してくださって、私のためにすごくね嬉しかった。イヤリングをもらいました、お代理さんから。またたくさんお話ししようねってさり際に言ってくださって、好きってなった。そう、忙しいのに好きってなりました。すごく美味しい泣ける。こういうサプライズさ初めてだったから、なんかすごいね、すごい嬉しかった。嬉しいで溢れてました、ずっと。そう、好きってなった、泣きそうでした。あ、ひろみさん、ありがとう、またありがとうございます、嬉しい。わあ、そう、あ、紫さんもありがとうございます。たくさん、あ、立花さん、ありがくまたありがとうございます。皆さん本当にたくさんギフトありがとうございます、嬉しい。ハートとか期待してたっていうか、でもどうなんだろうって思ってて最初は。だけどリハの雰囲気的に、あ、これは絶対ないなって思ってて、そうだからすごい嬉しかった。感動しました、嬉しくて。動画がある、ミサさんがね動画を撮ってくださってています。絶対暗くて見えないけど、すごくない？すごいっしょ？嬉しかった、すごく。ほら間違えた。そう、ちょっとね、そんな、そう、すごい人数のリハだったから本当にね、もう壮大にお祝いしていただきました。盛大か、全体ではなかったんだけど、そう、結構メンバー多い。あ、布さん、ありがくまた、ありがとうございます。んへ、インボスターもたくさん、皆さんありがとうございます。それは少しは期待しますよ、もちろん。さりげなく結構食べてる、おいしい。レミの今日の夜ご飯ケーキだけにします。そう、それで
嬉しかったです、すごく。うん、なんかひえかんがすごい裏でスタンバイしてくれてたらしくて、そうひえかとマネージャーさんがすごいねめっちゃ作戦を考えてくださってたらしくて、でスタジオ、そのレッスン場にいる音楽とか流してくれるスタッフさんとも電話して、あ音楽流しますかみたいな感じでね、すごいいろいろ考えてくださってて、そう嬉しかったです。幸せだなって思いました、うん、嬉しい。そうなんかね、たくさんね、いろいろたくさんねメッセージももらって、なんか嬉しかった。中学校の頃の友達とか普段連絡取らない子からも来たり、なんかね0時になった瞬間に2人ぐらいしか来なかった、2、3人ぐらいしか来なかったからちょっとね悲しい気持ちになってたの。すごい、ああ思ってたより友達自分って少ないんだなってね思ってたんだけど、でも今日みんなそう送ってくれて嬉しかったです。そう雪だから来てない、雪だから来てないそうみんなね、そうみんな寝てるよね。嬉しかった、でもたくさん来て、それが後にめちゃめちゃね幸せでした。まだね返せてない子とかもいるから、そう気が早かったちょっとでも嬉しいです、すごくお祝いしてくれる。それはね、お誕生日ですから祝われたいですよ、年に1回なんだから、うん、そうそう、それでもうツイッター見たらファンの方もたくさんね、本当にたくさんメンションで投稿してくださってて、すべて見させていただきました、本当にありがとうございます。皆さんからの愛をたくさん感じ幸せな気持ちです。そうエゴさしたりして本当に皆さんありがとうございます、たくさん祝ってくださって嬉しい。なんかやっぱお誕生日って幸せだなってすごく思った。そうインスタもね、あインスタライブをするのでこの後まだだけど、そうするので見てください。そうそう755も見てます。そうなんですよ、そうなんですよ、嬉しいです。佐々木さん、そうえっ、ささっとメイクの佐々木さん、熊田はありがとうございます。嬉しい、ありがとうございます。わざわざ配信まで来てくださってありがとうございます、ありがとうございます、おめでたわ、ありがとうございます。そう16歳になりました、16歳です。じゃあもう少し経ったら抱負を言おうかなって思います。ケーキ美味しい、そう普通誕生日っぽいでしょ。
そうなんですよね。そうじゃん。22歳まで、22歳じゃん、22歳まで。うん、田島さん、ありがくまたわー、ありがとうございます、ありがとうございます。あ、武道館も3日間楽しみにしてます、ありがとうございます。なんか何、あ、そう、歌番組ミュージックフェア見てくださいましたか。本当にね、リップグロスを初めてリミは披露したんですよ、今までで初めて披露して、すごい個別でレッスンもしてくださってて、そう、それででもすごい、やっぱりさ、選抜の方とはさ違うわけじゃん。まあアンダーとしてさせていただいてるけど違うから、もなんだろうな、レッスンの時間期間とかも違うし、そうとは。あ、紫さん、またまた、ありがとうございます。またありがくまたわ、ありがとうございます、嬉しい。そう、それで選抜さんと合わせたのが、なんかカウントとかじゃなくていきなり音楽で合わせたから、おお、ドキドキで、レミどうなるんだろうって思ってて、だけど無事最初、一番最初にカウントじゃなくて音楽で、そう、合わせたから気づきしてたけど、すごく皆さんに支えていただきながら、そう、結構抜いていただいて、抜いてね、そう、嬉しかった、抜かれてたから、まさかあんな、だから一人で抜かれるなんて思ってなかったから、すごい嬉しかったです。うまく、多分一番最後がね、その本番、だから本番が、だから世に出るやつが今まで一番よくできたから、やっぱさ、一人でやってたらもちろん完璧っていうか、なんだろう、できるんだけど、やっぱさ、人と合わせるってすごい難しくて、立ち位置とかも距離感とか難しいからこそだったんだけど、そう、そうなんです。お代理さんの衣装も着させていただいて、そう、なんかね、今回っていうか今回のカメラ割りがね、すごい難しくて、本当にね、いつ抜かれるか分かんなかったから、すごいドキドキしながら挑んでました、カメリハの時から。おい、ランクアップ、あら、ごはん、おいしい、ブルーベリーめっちゃ甘い。そう、ミレイちゃんをますます好きになりました。誰ですかミレイちゃんって、誰ですか。私は徳永レミです。待って、レミ読んでるよね、大丈夫ほら、タワー、うん、荒平さん、熊タワー、ありがとうございます、ありがとうございます、すいません、すごく嬉しい、すいません、皆さんたくさんギフトもありがとうございます。そう、あ、ミレイちゃん、ミレイちゃんじゃない、レミです。そう、すごくね、ドキドキ出たんですけど、だったんですけど、そう、嬉しかった、めっちゃ緊張したけどね、でもなんかね、やっぱり愛理ちゃん、
佐藤愛理ちゃん、愛ちゃんがすごいね気にかけてくれて、話しかけ、たくさん話しかけてくれて嬉しかった、うん、テレモーリーさんもつい誕生日、嘘、全然見てない、嘘、見つけられなかった。あ、あ、すごい嬉しい。嘘。あとで見よう。だからね、嬉しそう、仲いいんですよ、愛ちゃんと会ったらね、話す、絶対頭に分かってる、これはね、カチューシャだよ、すごい、待って、なんかさ、デジタル、またはどうゆきさん、みちゆきさん、みちゆきさんかな、みちゆきさん、ありがとうございます、どうもありがとう、またはみちゆきさん、あ、2つもありがとうございます、みちゆきさん、ありがにこタワー、ありがにこくまタワー、ありがとうございます、嬉しい、あ、すごい、またさん、みちゆきさん、ありがさんこくまタワー、ありがとうございます、嬉しい、ありがとうございます、たくさん皆さん嬉しい限りです、本当にありがとうございます、嬉しいね、なんかお誕生日って本当に幸せな気持ちになれるからさ、幸せなんだよね、なんか日本語って難しい、うん、ではそろそろ全部は食べません、さすがに食べれない、うん、そうですね、15歳、もう本当に昨日の配信から言ってるけど、すごいありがたいことに本当にいろいろな経験をさせていただいて、なんだろう、まだね、レイミがすごい言いたいけど言えない解禁、すごいね、大きいことも大きいっていうか、すごいまたまたね、いろいろ解禁されたいっていうお知らせも皆さんにあるんですけど、それもねあったり、もちろんテレビ番組とかアンダーとして活動を、ここ1、2ヶ月ですごくたくさんたくさんさせていただいて、1、2ヶ月っていうか、ここ最近だから、でかい仕事、うん、そうだね、嬉しい、嬉しいお知らせがあるので、それもあれなんですけど、まだまだなんですけど、多分解禁は、そう、すごい27位、嬉しい、ありがとうございます、皆さん、そう、本当にありがたいことに、嬉しい、皆さんに嬉しい報告ができて、すごく、はい、すごくこちらとしても嬉しいし、なんかもっともっと期待に応えなきゃなって思ってて、だから16歳の年は、そうですね、なんかこの経験を生かしてもっともっと上に行きたいし、そうだけど気負いすぎてもダメだなって思ってるから、そうですね、自分のペースでこれからももっとファンの皆さんと一緒に上を目指して
か、やっぱりレミちゃんっていいよねって誰にでも言ってもらえるように頑張りたいなって思ってます。センター生誕祭でいうことだから、生誕祭まだまだなんでね、大丈夫です。全然そうだから、レミちゃんっていいよねって誰からにでもね、レミのファンの方がもうだし、他の子、他のメンバーをしてる方からも、レミちゃんっていいよねって。残しておいたらスピーチ。でもさ、今誕生日だから、レミ。ちょっと言わせて。言わせて。そうだから。そう言ってもらえるように、感謝を忘れずに、初心、そして感謝、そして、写真を忘れずに、これからもっともっと上を目指して頑張りたいなって思ってます。だからなんかすごい年々、最近は年々こう1年が更新されてるなってすごく思うので、このレミは今までで一番濃い15歳をもっともっと超えられるように日々努力をしていきたいです。あと30分でイベント終わるんだ。台本とかないです。そうそうだね、ファンの皆さんと一緒に上に登りたいです。うん、そうですね。なんかね、難しいけど、なんだろう、でももちろん学生だし、アイドル、学生もしながらアイドルしてるし、だからもちろん勉強も頑張りたいし、テストでもいい点取りたいし、もちろんだけど、どっちもおろそかにせずに、なんだろう、自分、そうですね、だからおろそかにせずにどっちも頑張って頑張りたいです。そう、すごいすごい、レミは今難しいことを言ってるんだけど、でも今って高校生って今しかないから、あっという間に3年間なんて終わってしまうし、青春は今だから、学校ももちろんすごく全力で楽しみたいですし、このアイドルという活動にもすごく気合を入れて頑張っていきたいです。だからすごい、なんかそうですね、なんかどっちも頑張るって、すごい2つとも頑張るってすごく大変なことだけど、私なんかもしかしたら SNS とかおろそかになってしまうことがあるかもしれないけど、今いい話の途中なのにマスカット落ちてた。うんうん、そうおろそかになったりしてしまうかもだけど、もしそういうことがあったら、レミちゃん今お勉強頑張ってるんだって思ってほしいです。テスト期間とか特にかもしれない。なるべく、なるべくっていうか、そう、机にねちょこんって落ちただけだから大丈夫。そうだから、見守る、泣きやんだんやな。そしてそしてください。だからそっとして、でもそうだね、頑張ります。すごくソリミーはね、
生になった時っていうか中学3年生の時からこれは決めてるのでどっちも頑張るっていうのは、そうだからそう、これはねママとパパとも約束してるので頑張るってことは、だから頑張ります。小学生じゃないです、立派な JK です。そうですね、文武両道、そして初心と感謝を忘れずにもっともっと飛躍していけたらいいなって、自分なりに努力していきたいです。JK をする時間は嫌だよね、全然嫌じゃないし、なんで嫌なのって、逆に嫌だった。体調には気をつけてありがとうございます。そう、体調管理もちゃんとしなきゃいけないなって思っております。すごくなんかさ、体調って本当に大事だなって思うんですよ。当たり前だけど、もう体調崩したらね大変なことになっちゃうから。スピーチ飽きてません、考えてるんです、考えながらちゃんと話してるんです。皆さんにどうやって伝わるかなって。そう、あ、そう、たくさんね皆さんから、そう、最近というかね、ここ最近忙しくさせてもらってて無理しないでねってお言葉をいただくんですけど、決してレミは無理をしてないので、そう、応援してくださったら嬉しいです。反抗期だって面白い、反抗期じゃない、そうだね、だからそう、決して無理はしてないです。そこはそこは心配しなくても全然嬉しいですけど、心配してくださって、ファンは心配性のレインは心配性そうだね、結論から言えば、結論っていうか大きく言うと16歳は選抜に入りたいです。はい、うん、頑張ります。そのために認めてもらえるように、そう、もちろんなんかね、そうだね、なんか今なんだろう、難しいね、お話って難しいよ話して難しいけどね、まあね、すごいレミがアンダーで入ってるってことに対しても、まあ、たくさんいろいろな意見はあるとは思うけど、そうだけど頑張りたいなって思ってるので、まあ、応援してくださったら嬉しいですすごい真面目、よろしくお願いします。16歳もスルースキルは身につけてるまあレミは寝たら忘れるんで、そういうのはね、でもね、そういう人にも、あ、レミちゃんいいじゃんって思ってもらえるように、涙パート、涙涙
ったから、そうですね、なんだろう、うん、人間っていろいろ、人ってね、いろいろな考えの方がいるし、もちろんね、そう、意味をよく思ってない人もたくさんいると思うけど、そうですね、だけど真面目なんでいつもそう、そういう、そういう、そのそういう人にも いつかは認めてもらえるように頑張ります。そう、人間っていうのはね、いろいろな感性をみんな持ってるから、そう、だから皆さんの一つ一つの言葉がある意味の励みになってるので、そう、たくさん応援よろしくお願いします。そう、チャンスを無駄にせずに頑張りたいです。あ、真面目真面目すぎてやばい、やばい、夜中に一人でポエムを語ってさ、おもろすぎ、おもろすぎる、それはレイが語ってるの超面白いんだけど、真面目で弾いてます。それはね、弾くところじゃないんですよ。真面目で、あ、この子真面目だなって思ってくれたらいい、ただそれだけ。真面目レミ、そんな珍しくないよ、レミだっていつでも真面目じゃん。そう、こういう話ってさ、お誕生日の時とかにしか話さないからさ、うん、そう、だから皆さんに好きになって、もっと好きになってもらえるように頑張りやす、頑張ります。真面目です、すごくいい配信、感動して嬉しい。そうだね、頑張りたい、何事にも。そうだね、だから、うん、なんだろうな、でもなんかモデルさんの仕事もすごいしたいな思ってる。私私モデルさんしたい、私モデルさんしたい、面白い。そう、そうなんです、うん、急に私モデルさんしたい。ちょっと疲れてない、疲れてないよ。メイクさせてください。ぜひささっとメイクの佐々木さんに。でもね、なんかすごいね、この前っていうか、エスカワイイがすごくね、もういろんな人からよかった、可愛かったってすごいたくさん言ってもらえて、それで少し自信がついたっていうのもあるけど、もともとレミはすごいモデルさんに興味があったから。モデル、アイドルももちろん、アイドルをねすごい頑張りたいっていうのもあるけど、もちろんそれは第一優先として、だけど他に何ってなったらモデルさんもしたいなって思ってます。そう、だからそう、モデルさんをね、リミずっと言ってる、あ、マネージャーさんにも言ってる、マ
ネルしたいです。モデルさんしたいです。悪くない、よかった。あ、レミがね静止してるのか、レミが静止してるんだよ。それ眠くなったせいが、なんか最近ね、なんか身長伸びてる気がする。目がとろけてる。いや、考えてるんだよ、いろいろ。なんかさ、そうだね。高校生活ももちろん JK なので。JK は一度きりなんで楽しみたいです。抜け、魂抜けてない。そんなに静止してたね。めっちゃねいろいろ考えてるんだよ今。今ねいろいろ考えてる、考えながらね喋ると難しいんですよ。意外に思いつきてないよ全然。楽しい。そう、そう JK 切れないでって言っちゃわれて、そんな切れてないよね。そんな切れてない。あ、そう、学食行きたいんですよね。16歳のうちにはいつか学食行きましょ う, そう。あ、じゃあそろそろこの後ね、あのインスタライブもするので多分すぐするから、皆さん来てください。待ってます。来てください。本当にケーキやばい、どうする、ぐちゃぐちゃよ。もう ね、そんなレミキレイキレイ女みたい。インスタライブでも誕生日で。そうだ、レミしたいことがあったんだった。風船がねある。本当はちょっと待ってね。よいしょ、すごいやばい。本当はねこういうものがあるんですよ。だけどめっちゃ反射しちゃうの。16歳っていうのがあるんだけど、すごいね反射しちゃうんだよね。で風船はねあった。そう、そう見て、風船はね膨らましたくてね、超不細工なんだけど、どうしよう。これもちろん自分で買いましたよ。エミシーンで買いましたね。全部さ反射しちゃうんだよマジで。でかくない、可愛くない、 JK って感じでしょ。付箋を膨らみます。ない、割れろとか言われたんだけど、怖っ。かわいいっしょ、これ本当はねこれに入ってるの。これ本当はハッピーバースデーって書いてあるんだけど、ちょっと入んないからさ、いいやと思う。
せっかく買ったけど、やっぱ JKN のさお誕生日だからさ、こういうことしたいじゃん。大きい大きいやつが欲しかったわけ。悲しいことを言わないでください。まあ2個ぐらいにしておきます。かわいくない？ではリップを塗り直して、あ、ランキング見ます。すごいね、あのね、インスタのさストーリーもメーションをねたくさんしてくださって、見てます、ハートしてます、皆さんメーション嬉しいです、投稿も嬉しいです、ありがとうございます。この人めっちゃ食べるやんって感じ。イベント終了まであと10分。25位、でもすごい嬉しい。25位、じゃあランキング読みます。13位マグロさん、ありがとうございます。12位ヨシノリさん、ありがとうございます。11位ゴマエガ先生さん、ありがとうございます。10位ササトメイクの鈴木さん、ありがとうございます。クマタワーもありがとうございます。9位ヌノさん、ありがとうございます。7位ワンタンメイさん、ありがとうございます。6位ヒロミアットマーク、サイン届くのタナチーミーさん、ありがとうございます。5位レイダさん、ありがとうございます。4位ミズさん、ありがとうございます。3位立花アットマーク、エミタンがいつかいつかいつも笑顔でいられますように、さん、ありがとうございます。2位みちゆきアットマーク、まねこさん、ありがとうございます。1位紫レミングミートクのように見倒しさん、ありがとうございます。タワーたくさんありがとうございます。本当にギフトもたくさんありがとうございます。読めなくて本当にごめんなさい。だけど受け取ってますので、心のこの中にあります。皆さんからの愛ありがとうございます。では16歳のになって初めてのあきれみ急にテンション高い人みたい。23位カシアさん、ありがとうございます。おめでとうございます。イエーイ。では続いては38位馬のしっぽさん、ありがとうございます。おめでとうございます。ラスト、おー、53位餃子のポーチさん、ありがとうございます。おめでとうございます。イエーイ。皆さん今日もありがとうございました。イエイ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 ウォーウォーって感じ。ありがとうございます。すごく皆さんからの愛をたくさん受け取れて嬉しいです。この後は私のインスタグラムの方でインスタライブをするので、来てくださると嬉しいです。よろしくお願いします。ではスクショ16期さんこれで合ってる。1D になってんのか。こうか。
でしないと。でもでかい。あ、しちゃうよやっぱり。イエーイ。ありがとうございます。皆さん今日はありがとうございました。すごく素敵な配信になって嬉しいです。ありがとうございます。そうだね、61歳になったらまた使えますね。これね、でもね、数字1つずつ売ってるから来年1つ買えば OK って感じ。では本当に次はインスタライブでお会いしましょう。多分5分以内には始まるので、あの寝ずに待っててくださったら嬉しいです。眠たくなってないよ。ではバイバーイ。また見てね。ありがとうございました。バイバーイ。ありがとう。バイバーイ。